本日は任侯の受難の日本初上演にお越しいただきまして誠にありがとうございます。それでは早速お迎えしたいと思います。浪人勘造役の岩橋秀太さん、そして、序盤に重要な役で登場します有本幸乃さん、そして本作品の監督を務められました庭付きの範博監督です。それでは早速ご登壇いただいた皆様にお一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。まずは庭付きの監督お願いいたします。皆さん、本日は映画任侯の受難、ジャパンプレミア上映にお越しいただき、誠にありがとうございます。監督の庭付きの範博と言います。よく聞かれますが本名です。よろしくお願いします。この映画はですね、4年の制作期間をかけて、ようやく、本日日本初上映となるということで、大変今緊張してますが、こんなにたくさんのお客さんにが入っていただいて、大変嬉しいです。ありがとうございます。本日はよろしくお願いします。続きまして辻岡さんお願いいたします。皆さん本日は寒い中、お忙しい中、この東京フィルメックスの任侯の受難を、見に来てくださり誠にありがとうございます。普段全くモテない私がですね、映画の中では非常にモテまくるという、なかなかない経験をさせていただきました。モテるっていう風な目で皆さんこの映画をきっとご覧になると思うんですけど、モテるわけないので初めの方にちょっと謝っておきます。すいません。実際はすごいモテてます。モテるわけないんです。本当この素晴らしい東京フィルメックスですね、任侯の受難を上映させていただけることになり、私たちも大変ありがたく思っております。ちょっとヤングアダルトな日本の昔話っていうようなテイストになっております。ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。続きまして岩橋さんお願いいたします。本日は誠にありがとうございます。肝臓役の岩橋秀太です。このオーディションを受けた時にはまだ辻岡さんの主演ということは知らされていなくて、実際に役が決まってから主演が辻岡さんという方だ、辻岡さんという方だというふうに知ってですね、過去の作品をちょっと勉強のために拝見させていただいたら、かなりダークでハードなアウトローな感じの役もこなす方なの で私はちょっとぼやっとした人間なので、全くこう逆といいますかね、アウトローな感じの辻岡さんがこう穏やかな僧侶をやって、もう怪我なんかしたこともないような私がちょっと荒々しい役をやりますので、なんかその辺も楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。続きまして有本さんお願いいたします。本日はご来場いただき本当にありがとうございます。先ほど物語の重要な役とだけご紹介いただいたんですけれども、今回ちょっと上映前なのでこういう役をやってるっていうとちょっとねネタバレになってしまうので、一つだけ言わせていただくと、物語の割と序盤の方でちょっとこうストーリーのきっかけになるような役 で、ずっと顔を隠している役なんですけど、多分この一言でご覧になっていただければこれだって分かるとは思うんですけれども、あとそれ以外に町娘 の一人の役として出演させていただいてます。この映画その出演以外にも結構、字幕の翻訳だったり、あとまあいろいろ海外とのやり取り通訳も担当させていただいて、
すごいなんか撮影後からもどんどん思い出の強くなっていった映画なので、こうやってあの日本で上映できるようになってすごい嬉しいです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。監督に、お聞きしたいんですけれども、この映画バンクーバー国際映画祭、釜山国際映画祭と海外の映画祭でのお披露目を経まして、今回この日がですね、いよいよ日本でのジャパンプレミアということなんですけれども、今の気持ちをぜひお聞かせください。はい、正直めちゃくちゃ怖いです。というのもですね、やっぱ海外での上映はやっぱりそんな僕より日本文化に詳しい人、観客ってそういないと思うんですけど、本日はですね、やはりおそらく日本人の方の方が圧倒的に多いと思いますので、僕より時代劇をたくさん見ていて、僕より日本文化に詳しい方々いっぱいいると思いますし、なんかそういう面でもやっぱりディティールのごまかしが効かないというか、なんかそうですね、なんかその辺お手柔らかにお願いしたいなという気持ちなんですけども、はい、そんな感じです。ありがとうございます。辻岡さんも、女性にモテまくるというとても、ユニークなお坊さんの役を演じられましたけれども、撮影中のですね、楽しかった思い出とか、もしくは苦労した思い出、まあ、辻岡さんの受難ということでしょうか、ありましたらお聞かせください。あの辛い思い出しかない。あの、ま、撮影時期があの割と冬に近かったんですよね。で、一番辛かったのはですね、あの滝行。この滝行が本当に辛くてですね、この作品は仏教っていうものを一つのモチーフにはしてるんですけど、私もその以前からちょっとあの仏教のことを広く浅く、知識として入り込んでおりまして、まあ、あの滝行の前には不動明王の神言を唱えるんだとか、まあ、能幕さんなんだとか、それを唱えながら、まあ、滝行に入る。で、実際その撮影現場の滝のところにもですね、あの麓に不動明王が祀られておりまして、まあ、そこにお参りをして、さあ滝行を始めようって思った瞬間ですね、もうすさまじく滝のこの水量がで浸かるともうこれぐらいまであるんですね。なぜそうなってるのかって言ったら、前日に大雨がありまして、あのロケハンの時には監督とかスタッフの人たちが、あ、このぐらいの時だったら全然いける。ロケハンの時に安全確認をしたんですよね。確かにしてるんですけど、撮影の時は恐ろしいことになってまして、で、あのすぐちょっと僕ネットで調べたんですね。あの神奈川県の足軽にあるあの滝なんですけど、じゃ あの出川哲朗さんがですね、一度その滝行をされたことがあるらしくて、本当にやばいって出川哲朗さんがやばいって言ってるぐらいのやばさだったんです。で、それでもやっぱ撮影を止めることができないので、あのこう滝行していたらですね、10秒ぐらいしてくると、あの視界が薄れてくるんですね。で、やっぱしこれは寒さのせいだと思ったんです。寒さのせいで視界が薄れて体が震えてくる。よし、これはもうちょっと自分の中でまだそういう境地に立ってないから寒さとかを感じるんだと思って、もっともっとこう入り込まなきゃいけないって。で、次撮影でまた1分ぐらい滝行に打たれて、で、OK ってなった瞬間ですね、もうふわーっとこう倒れたんですよね。で、それからずっと自分の体が痙攣し始めまして、で、麓に立てていたテントの中でスタッフさんが解放してくれて、まあ、これは一体何なんだろうと、脳震盪だったんですね。 2,30 メートルぐらい高いところからこう頭に叩きつけられるこの滝によって、体が震えるのは寒さだと思ってたのが、脳が揺れて脳震盪が起きてた。恐ろしいことをしましたよね。そうですね。いや、僕も髪の毛はないしね、迫真の演技だなと思って見てたんですけど、その迫真の演技が数秒ぐらいあるので、ね、まあ、それと個人的な受難といいましては、やはり啓発なんです。頭を丸める。で、これを3ヶ月毎日反り込みを入れてツルツルにしなきゃいけないってことなんですね。で、そうしてくると、こう日常生活で支障が出てくるわけなんですよ。身近な人だと、あ、なんか新しい映画の撮影でまた役が来たんですねっていうふうに声をかけてくださるんですけど、生地、私結構アウトロー系の作品とかによく出ていました。関係でですね、あまり私のことを存じてない方とお会いしますと、
お勤めご苦労様でしたっていうようなこう意見が来るんですよ。お勤め、あ、なんか悪いことをされたんですよね。いや違うんですって、そういうことを会うたび会うたび3ヶ月毎日言っていかなきゃいけないっていうことが柔軟でした。それ今初めて聞いたんですよ。それはすみませんでした。でも、まあ、あの本当に山崎さんとあのそこにいらっしゃる照明技師の竹本さんという方が共にこの2人が中心となって作り上げてくださったんですけど、あの本当自主制作映画といって誰から支援を受けたわけでもないこの2人を中心として作り上げてきたこの作品が世界に旅立ち、今日この東京フィルミックスさんで上映させていただけるということは本当にありがたく思っています。しかしながらですね、そういう自主映画だとかっていうところは差し抜いていただいて、一つの娯楽作品として厳しい目で見ていただいて私はいいと思っています。ぜひ最後までご覧ください。ありがとうございます。岩橋さん、山本さんにもお一言ずつお伺いしたいんですけれども、岩橋さんが演じられた浪人の肝臓、凄みのあるお顔がとても印象的でしたけれども、撮影中に特に意識したこととか気をつけたことがありましたらぜひお聞かせください。はい、あの浪人役ということでですね、ちょっと見ていただければ分かると思うんですけど、今から30キロの、減量をしましてというのはちょっと嘘なんですけども、当時10キロの減量をして、あと20キロはあのただ単に今太っちゃっただけなんですけれども、できるだけこう、迫力を出そうと思って毎日ウィダーインゼリーだけを、飲んでっていう日々を過ごしておりました。あと僕逆にあれですね、なんだっけ、エクステを髪中につけて、ちょっと短かったんでエクステでしていたので、ただまああんまりそういうのは上手に言わない方がわかりました。じゃあこれ以上は引き取りまして、続いて有本さんなんですけれども、はい、有本さん、あの一人何役も演じられたというふうにあのお聞きしたんですけれども、演技の切り替えというのは大変でしたか？これは特にそんなあの切り替えることが求められるような役ではなかったので、割とどっちかというと割かしあの普段の自分に近いままあの演じさせていただきました。あの2役以外にです、あの結構エキストラで6役ぐらい、5、6役ぐらい、 10は行ってないと思います。10は出てないですね。少人数で回してたんですよねエキストラは。で、まあ、多分5、6回ぐらいあの顔が出てないシーンとかでも出てるので、まあ探していただければと思います。はい、ありがとうございます。最後に、これからご覧になるお客様に向けて監督からお一言お願いいたします。はい、ですね、まあ、僕あの他のコンペ作品、もしくはフィルメックスの上映作品を、結構いくつも、見たんですけども、どうもやっぱり、今から上映する作品はちょっとタイプが違いまして、なので、普段そのフィルメックスで映画を見られている方は少し驚かれるかもしれませんし、おそらくそうじゃない方にとっても普段あんまり見るタイプじゃない映画かもしれません。なので、一応この映画のコンセプトはですね、一つの、怪談話です。で、怪談話というとそのホラーとか、連想しがちなんですけども、まあ、決して皆さんを驚かせたりとか、怖がらせたりとか、そういう類の話ではなくてですね、例えばあの落語家さん、話し家さんがする怪談話のように、まあ、時には神妙な面持ちで、時には面白おかしくですね、世にも不思議な話を、一つお話しいたしましょうと、そういう、類の、そういう趣向のお話なので、そういうですね、大人の何でしょう、昔話でしたから、はい、大人の昔話をですね、あのぜひ楽しんでいただければ、嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。本日はドエムに Q&A の時間がございます。この Q&A で宮月の監督へ、観客の皆様からのご質問をいただきます。それではここでオフィシャルカメラのフォトセッションを行います。セッティングのため少々お時間をいただきますのでよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、これにてフォトセッションを終了したいと思います。ありがとうございました。これにて映画忍光の次男舞台挨拶を終了いたします。皆様、盛大な拍手でお送りくださいませ。Tokyo Borderless TV